八戸臨海鉄道株式会社は、日本貨物鉄道、青森県、八戸市などが出資する貨物輸送を目的とした第三セクター方式の鉄道事業者である。日本で10番目に設立された臨海鉄道で八戸港を走る貨物専用の鉄道路線を運営している。第三セクター鉄道であり、 株主には JR グループの貨物鉄道事業者である JR 貨物や地方公共団体である青森県、八戸市、八戸港に拠点を置く三菱製紙八戸製錬などが名を連ねる。筆頭株主は JR 貨物で八戸臨海鉄道は同社の関連会社となっている。本社は八戸駅近くの八戸市一番町一丁目にある。手掛ける事業は 貨物船の運営のほか、JR 貨物の駅業務の受託、青い森鉄道の一部業務の受託などである。機関車の全般検査業務は、福島臨海鉄道に委託されており、入り出場時には、公私鉄道車両輸送が行われる。2016年の全般検査は、JR 東日本の秋田総合車両センターにて行われ、入場時はトラックによる陸送、出場時は、 公市鉄道車両輸送にて行われた。ディーゼル機関車、DD561 カシャディーゼル機関車、JR 貨物から、八戸貨物駅、東青森駅、広前駅の貨物営業、港内入れ替え作業及び、青森信号場の港内入れ替え作業を受託している。ありがとうございます。